館山町役場税務課住民税係より確定申告相談会に来られる方へご案内です。これから相談会の相談対象者、相談会の持ち物、相談までの事前準備作業の順番でご案内します。はじめに相談会の相談対象者についてです。館山町役場での相談対象となる方は令和6年1月1日時点で館山町の住民基本台帳に登録のある方です。1月2日以降に町外から転入された方は1月1日時点で住民票のあった市町村で申告してください。また申告される内容によっては役場でお受けできないものがあります。令和4年分以前の申告、亡くなられた方の申告、館山町への用地譲渡を除く不動産、株式、金などの譲渡所得の申告、仮想通貨取引の申告、新規事業の初年度の申告、住宅ローン控除が初年度の申告、住宅関連の特別控除の申告、青色申告、事業などの赤字を繰り越す申告、相続税、贈与税、消費税などの申告などをされる方は魚津税務署での申告となります。ご自身が何の申告をされたいのか今一度ご確認をお願いします。なお、税制上の被扶養者ではない方で確定申告の不要な方は確定申告ではなく住民税申告をしていただく必要があります。確定申告の不要な方とは令和5年中に収入のなかった方や年末調整をしていない所得が20万円未満の方などです。次に相談会の持ち物についてです。持ち物は大きく3種類あります。1つ目は本人確認書類です。マイナンバーを確認する必要がありますので申告される方のマイナンバーカードをお持ちください。カードをお持ちでない場合はマイナンバーが記載されているものと顔写真付きの身分証明書をセットでご提示いただく必要があります。代理の方が来られる場合は代理の方の身分証明書もご提示いただきますのでご用意ください。2つ目は収入を証明する書類です。給与収入や年金収入がある場合は令和5年分の源泉徴収票をお持ちください。複数ある方は全て持参してください。事業収入のある方は事業ごとの収支内訳書、諸経費の領収書、経費のうち租税効果に参入する税金があればその納税通知書を必ずお持ちください。事業の中でも農業収入のある方は JA 営農取引報告書と明細書も合わせてお持ちください。その際、報酬や個人年金、配当などがあれば、その支払い証明をご持参ください。3つ目は、控除を証明する書類です。申告したい控除の種類によって、提示書類は異なります。障害者手帳、生命保険会社などが発行した保険料の払込証明書、寄付金受領証明書、医療費明細、住宅ローンの年末残高等証明書など必要に応じてご用意ください。障害者控除は本人障害だけでなく被扶養者の障害によっても加算されますので被扶養となる方が障害者手帳をお持ちであればその方の手帳もご提示ください。寄付金についてはふるさと納税でワンストップ特例を利用した方でも確定申告をするとワンストップ特例の適用が外れるのでご注意ください。また申告の結果源泉徴収された所得税に還付金が発生する場合は還付金受取口座を届け出ていただく必要がありますのでキャッシュカードや通帳など口座情報がわかるものをお持ちください。最後に相談までの事前準備作業についてご案内します。事前準備では先ほどご案内した持ち物を揃える作業を行ってください。控除の申告をする方で
お支払いの証明書を紛失された方は、証明書の再発行手続きをして、相談会には必ずお手元にご用意ください。根拠となる資料がない場合は、申告を受けることができませんので、あらかじめご了承ください。事業収入のある方は、1年間の収入と支出について、事前に根拠書類を揃えて計算し、根拠書類と作成済みの収支内訳書を持ってきてください。収入内訳には、売上金額や販売金額、賃借料などが含まれます。支出内訳には、雇用費用や減価償却費、賃借料のほか、領収書や納税通知書に基づく諸経費などが含まれます。相談会では根拠書類と収支内訳書を比較しながら確認させていただきます。根拠書類と収支内訳のどちらかがない場合は申告を受けることができませんので、あらかじめご了承ください。医療費控除は令和5年1月1日から令和5年12月31日の1年間に所得の 5% を超えて支払った額を控除額として計上することができます。ただし所得が200万円以上の方は10万円以上の医療費のお支払い額が控除の対象になります。医療費控除は同一生計の方の分であれば世帯を問わず申告していただくことが可能ですので、かかった医療費の合計額を人ごとに計算し、明細または領収書と合わせてご持参ください。その際、生命保険会社からの保険金や健康保険などからの補填金につきましては差し引いて計算する必要があります。またインフルエンザなどのワクチン接種費やインプラントなど美容目的のものは医療費控除の対象外ですのでご注意ください。令和4年以前の医療費も控除に含めることができませんので、ご確認をお願いします。不備があれば、何度も役場にお越しいただくことになります。一度の申告相談で済ませるためにも、事前準備をしっかりと行ってください。ご不明な点がありましたら、立山町役場税務課住民税係までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。